みんなで作るソーシャルアイドル、ノートル、ノタルの全国ツアー最終公演、ヴィレッジヴァンガードプレゼンツノートル全国ツアー今一番、遊べるアイドル CD 売らなくて、ごめんなツアー、ザ・ファイナルが21日、品川インターシティホールで開催された。結成から約5年、メンバーチェンジもなく同じ4人のオリジナルメンバーで活動してきたノートルだったが、本公演はメンバー渡辺智子の脱退ライブとなった。しかし、終演直後、ノートルが100人体制のグループになることを目指して、97人を上演所して、新メンバーオーディションが開催されるというサプライズ発表が行われた。メンバーの脱退を初めて経験するノートル。そんな悲しみを振り払うようにメンバー4人は熱いパフォーマンスを繰り広げる。終盤ではファンが開演直前にツイッターに投稿した渡辺の思い出の写真とコメントがスクリーンに投影されるなど、ソーシャルアイドルらしくファンも一体となって最高のライブを作り上げた。最後には残るメンバーは号泣で渡辺にメッセージを送り、万感の思いでステージを去っていった。アンコールも全て終わり、ファンも感慨に浸っている中、突然映像が流れ始め、4月20日土曜日に渋谷ウームにてワンマンライブが開催されること、そしてノートルが100人体制を目指し、現メンバー3人、佐藤遥、片瀬成美、田崎玲奈に加えて97名を上限に、新メンバーを募集するというサプライズ発表が行われた。応募要項によれば、純粋にノートルのパフォーマンスメンバーとして活動したい人はもちろん、全く新しい発想でアイドルグループを盛り上げたい人も含め、共に未来を作るメンバーを募集。夢を夢で終わらせない。そんな情熱のある人の応募を待っているとのこと。メンバーの脱退という悲しみを乗り越え、決して立ち止まることはないノートル。これからどんな新しい姿を見せてくれるのか、注目したい。応募の方法は、オーディション情報サイト、デビューに掲載中。